研究所や花咲上層部から隠すために、怪我の養生という名目でお前と舞を田舎に向かわせたんだ。私は陽気石の研究も実物がなければ数年で打ち切られるだろうと踏んでいた。それと同時にお前たちを追って田舎に隠居しようと、そう考えていた。だが研究所で他の港、残された陽気石のデータを解析するうちに、私は一つの事実を知った。生きている陽気石には寿命がある。おそらくここ 1,2 年でその機能を失うと。それが今から1年ほど前のことだ。ああ、そうだ。なんとかして陽気石の寿命を引き延ばせないか、その研究をするため。そしてそれが叶わなかった場合、お前と最後の時を一緒に過ごすために呼び戻したんだ。お前の前に陽気石を狙う者たちが現れたと知って、私は栗然としたよ。極秘であるはずの陽気石の存在が一体どこから漏れ出したのか、今も全く見当がついていない。とにかく私は先手を打って彼に接触した。そして彼に素性を聞いて、どこか納得がいったよ。陽気石は地球上のものとは思えない。もしかして宇宙から来たものなのかもしれないと。陽気石は俺のエネルギー機関とは違うけど、よく似てるから宇宙船の動力源として使うことができる。それに生み出されるエネルギー量は陽気石の方がずっと多い。止まる直前でも宇宙を飛べるくらいに。だから俺はカイトさんと取引をした。陽気石の効力を伸ばすために俺の知識を貸す。その代わりお前のそばにいさせてもらうって。悪く言ってしまえば、私は七星君にお前のボディーガード役をやってもらったんだ。七星君と同時にルイザ君がお前の前に現れていたことも知っていた。他にも陽気石を狙う輩が来るかもしれないと思ったんだ。それについては釈明の余地はない。お前たちを騙し続けることはとても辛かった。しかしこの話をして無下にお前の心を傷つけることもできなかった。そういうことでしたね。けれど納得がいきましたわ。なぜ陽気石がここまで見つからなかったのか。本当だよ、この人の体の中なんて普通考えねえよ。じゃあその普通では考えられないことをなぜ涼也は知っていたんだ。わからん。考えられるとすれば、分野は異なるが、彼の父親は私と同じ花咲の研究員だ。そこから情報をつかんだのかもしれない。おい、お前今涼也の正体については一切喋らなかったな。七星を簡単にねじ伏せたなんて聞いただけでは信じられない。あいつ自身にも何かあるんだろう。なんだ、口止めでもされたか。
なんでだよ。七星先輩はよくて、俺たちには教えねえってのか。無理強いはよくないわ、ミコトさん。彼女の顔、見てもらえなさい。ここは我慢ですよ、ミコトくん。わかったよ。別に俺は、リョウヤ先輩の正体なんか興味ねえし、勝手にしろよ。その上でどうすべきか、母国の指示を仰がないといけないわね。おそらく帰還命令が出るでしょうけれど、もうすぐ止まってしまうのなら用はないもの。俺も里に帰る。どうするのか指示をもらわないと。お前ら、涼也の正体に興味はないのか。興味ない。任務には関係ないし。ええ、涼也さんの正体は大した問題ではないわ。彼女に近づいている悪魔とは涼也君のことなんでしょうか。彼女は楊貴石で生きている特別な人間だから僕が使わされたんでしょうか。僕も一度天界に戻ります。神様にこのことを報告しなければ。ルイザ君はどうするんですか。文化祭が終わり次第俺も消えるさ。あいつを殺してまで宝石を奪うなど俺の美学に反する。何よりリョウヤだ。あいつの存在が気に食わない。ずいぶん気にしてるんですね、リョウヤ君のこと。見ていて腹が立つんだよ。あいつとリョウヤ両方ともな。機械の体だと。つまり彼はサイボーグだというのか。ボイド製でも同じような機械人形やサイボーグは存在する。俺の宇宙船にも使われている。エネルギー機関で動かすんだ。確かに涼也はそれに似ている。ルイザの術は無生物と生物で使い分けが必要なようだ。涼也はその狭間にあるから術の発動条件が曖昧なんだろう。彼の父親である正君が勤務する第五生態研究所は生態コンピューターや人工臓器の開発を行っているが、しかし驚いたな。まさか実用化できるまで研究が進んでいたとは。じゃあ涼也は楊貴石があれば自由な体を手に入れられるって考えたのか。それで止まってしまう前にお前から奪い取ろうとしてるんだな。カイトさん、楊貴石が止まってしまったら、この子は絶対に死なせはしない。私はずっとお前たちを騙していた。ただ私はこの場所を守りたかった。舞がいて私がいてお前がいる、このかけがえのない場所を。仕方ない人ですね、カイトさんは。大変だって思っても全部自分の中に収めてしまうんですから。舞、もう自分を責めないでくださいな。カイ
イトさんはこの子を愛しているから助けてくれたんでしょ。カイトさんは今まで一人で嘘をついていることに耐えてきたんですから、それで許してあげます。あなたもね、カイトさんの気持ちわかるでしょ。今はそう言ってくれるだけでも十分だ。私はまだ諦めない。この場所を守るために最後まで全力を尽くそう。俺も協力する。この星に来て最初に出会ったこいつのこと助けたいと思うから。私は明日から研究所にこもって研究を続ける。七星君、この子を頼む。わかった。涼也から守ればいいんだな。そんなに悲しい顔しないのよ。涼也ちゃんが悪く言われたみたいで悲しいんでしょ。あなたは涼也ちゃんのこと好きなのね。やっぱりね。あなた涼也ちゃんと話してるとき、とっても可愛い顔していたもの。もっと普通にしてもいいのよ。涼也ちゃんはとっても苦しんでいて、自分はのんびりしてるってそう思いたくなるのはわかるわ。けどね、涼也ちゃんは普通にのんびり生きてるあなたのこと好きになったのよ。それは秘密だからね。私は明日も明後日もあなたに精一杯生きてほしいな。それじゃあ1年1組の実行委員として文化祭打ち上げの挨拶をさせていただきます。おととい昨日と行われた鐘の塚祭ですが、皆さんご存知の通り私たちが最優秀賞をゲットいたしました。これも準備を行った皆さん、出演はできなかったけど演技の基礎となってくれたかな子、そして当日に素晴らしい演技を見せてくれた主役3人、みんなの力です。今日はその栄誉をたたえて思いっきり楽しんでください。それじゃあ乾杯。どうしたんだい？主役がぼーっとして。
少し元気がないみたいだね。何かあったのかい？さては文化祭で燃え尽きたという感じかな。羽生くん？いや、見ていないな。今から涼也の家へ。俺も行く。危険だ。お前、殺されるぞ。その自信はどこから来るんだ。意味がわからない。わかった。おや、君は。こんにちは。奇遇ですね。学校の帰りですか？しかし、君の家はこちらではなかったと記憶していますが。こちらに？それはまたどうして？おかしなことを言いますね。涼也は自宅に戻っているのですよ。私の研究も一段落しましたし、君の家に預ける理由もなくなりました。涼也から聞きました。君は彼がサイボーグだと知っているのでしょう。どうも君に会ったあの晩に無理な出力をしたらしく、ずっと体の調子が悪いのですよ。ええ、そのために安静にさせているのです。彼の体は非常にデリケートなの。合わないことをお勧めします。涼也は人の行為を拒絶しがちですので。しかしちょうどよかった。今から君に会いに行こうと思っていたので。しばらく涼也を預かっていただいたお礼と先日のお詫びをさせてもらいたかったので。それからお詫び以上に